ロサオリエンティスの中より大病性に特に優れた品種だけがロサオリエンティスのプロクレッシオとして販売されています。ぜひ検討してこの春から始めてみてもいかがでしょうか。皆さんこんにちは。山梨県のバラ苗専門店小松ガーデンの後藤みどりです。いよいよ少しずつ早咲きが咲き始めてくる季節になりました。皆さんのところはいかがでしょうか。ようやく皆さんのやったいろんな作業の効果がこれから花に全部現れて、いろんな綺麗な花がたくさん咲いてくると思います。冬の間からね、大変でしたもんね。いろんな、剪定や肥料やりや、いろいろ皆さんがやってきたその成果、今こそ、ゆっくりと楽しんでいただきたいと思います。ただ今年は本当に暖かく、いろいろとこう早く進んできているような気もしますので、今からの、作業はそんなにいろいろやることはないですが、それでも毎日観察するのはすごく大切な作業になります。楽しみながら芽吹くのを見るのもいいですね。バラの葉っぱは赤い葉っぱが出てきたり黄緑が出てきたり、いろんな色が出てきて本当に、清々しい感じです。そのうちつぼみもこう膨らんでくると、見るのも楽しくなってきますので、ご自宅のバラも愛おしいですよね。本当にそう思います。なので、我が子のように育ててきたバラを、ここからは十分、めでてあげましょう。そんなことで今日は大病性に優れたバラでロサオリエンティスのプログレッシオについてお話しします。今日は大病性に優れたバラロサオリエンティスプログレッシオについてお話しします。今回はバラの家の木村孝則さんの作出、ロサオリエンティスの中より大病性に特に優れた品種だけがロサオリエンティスのプログレッシオとして販売されています。弊社は年に一度、バラの家の、農場を視察させていただいていて、バラの家さんの農場結構広いんですよ。そこで、品種の特性や今後発表される品種をいち早く確認しています。こうやって、品種を見ることによって、今後皆さんにどんな風に提案しようかなとか、いろいろ仕入れる、品種なんかも選抜しています。新苗お苗の両方の取り扱いがありますが、大病性に優れたロサオリエンティスのプログレッシオなので、新苗でももちろん問題なく栽培できると思います。オーナーよりも価格がお安いので、ぜひ検討してこの春から始めてみてもいかがでしょうか。今回はロサオリエンティスプログレッシオの中からおすすめの品種を、ご紹介したいと思います。はじめにシュリンクスについてお話しします。シュリンクスはくすみのあるちょっとモーブピンク色の花で、やや大きめの中輪なんです。残念ながら微光なんですね。でもその分花持ちはとってもいいです。雨にもとても強い品種です。花弁数はあまり多くはありませんが、親のダフネ同様に花型がよく、花弁の先がこう波打ってとってもエレガントです。樹形はシュラブ、半つる製で、やはり親のダフネと同様ですね。上を向いて咲き、やや花首が、お花が咲くとこまで長いので、フェンスならば低めに誘引してください。返り咲き性が強く、2番花以降は花首がちょっと長くなります。アーチよりはオベリスクやポール仕立てにして、自由に咲かせる方が手入れが楽かもしれませんね。樹勢が強い分、ややベーサルシュートの発生が弱いので、シュートが発生した時は大切に、仮止めをしてください。
意外とね春の風も強かったり夏も、夕立とともに風が吹いたりすると折れてしまう、そんなことがよくあります。出てきた時は軽く刈り留めしておいてください。この花はね、写真で見るよりも実物を見ていただきたいです。とても透明感がある花で、私も最初に、まあ、青苗からの花でしたけど見た時はとっても驚きました。すごく、透き通るというか、あの花弁がこう素敵な感じがします。ぜひぜひ本当の本物を見てください。次にお話しするのはジュールベルヌです。これは以前の動画で、系統別の私の好きな香りのバラでもご紹介しています。フルーツ香のね、強香が素晴らしい品種です。本当にあのいい香りがします。お店のロザベールにも植えてある私のお気に入りのバラです。やや小さめの中輪の花は、数輪の房咲きになります。そしてアプリコットピンクの、ロゼッタ咲きの花が結構たわわについて優しい癒される感じの花ですね。で、樹形はシュラブで半つる性ですけど、切り戻して使えば木立性の品種のようにも栽培できます。ロザベールでもあまりあの広い場所じゃないので、他の品種に合わせて高さを切って、まあ、あの木立性品種みたいに見せてますけれども、まあ、高さが少し、高くなってくるので、まあ、花壇だったら、後方の方に、植栽していただくといいと思います。あとは小型のつるバラとしても利用することができますので、2メーターくらいのフェンスやトレリスなんか、そういうものに軽く留めてちょっとふわっと自由に咲かせてもとてもいい雰囲気になり、庭に馴染むと思います。強硬でね、病気にとっても強い貴重な品種です。花色もとても美しいので、ぜひ一度植えてみてください。最後はメアリーレノックスです。これも、まあ、カラーラベルをこう見た限りでは、あ、ピンクのまあまあの花かななんて思ったけど、ところがこれもすごい素敵な品種でした。咲き始めはね、ハイブリッドティーを思わせる花型で咲いてくるんですけれども、咲き進むとややロゼット咲きになって、まあ、花径は9センチぐらいのやや大きめの中輪ですね。でしっかりしてますね、明るいややグラデーションがあるピンク色で、花はダマスククラシックですね。その香りがとっても爽やかで、ミルラ香の強香も入ってます。とにかく香りはすごくいいです。でしかもお花が割と大きめなので、しっかり香りますね。切り花にしてね、飾ったことがあるんですけど、あの本当にいい香りでした。開いた時のね、花型はクラシックなロゼット咲きですが、ハイブリッドティーに準じたイメージで、植栽できます。樹形は木立性シュラブ、まあ、半つる性で結構コンパクトにまとまりますね。シュラブの血が入っているので、木立性品種のような、切り戻しではなく、生育期は気持ち、まあ、軽めに剪定して咲かせてください。高さの調節は休眠期の、冬に行っていただいて、生育期は軽めの切り戻しにしてください。もちろん大病性はとても強い品種です。なので従来の木立性の品種よりも葉がとても密になります。葉がいっぱいついてくれて、まあ、黒星病なんかで落ちる品種じゃないので嬉しいんですけど、前にもお話ししてます、ハダニには注意してくださいね。葉っぱがたくさん茂るのはハダニに要注意です。はい、今日の動画見ていただいていかがだったでしょうか。みんな欲しくなっちゃうでしょ。私も実は全部植えてますそして、花を見て楽しんでいます。いよいよね、たくさんの花がロザベールに並びました。バラの品種数でいうともう300以上並んでますかね。今年も2023年バラとガーデニングフェアを行います。4月の21日の金曜日から6月の18日の日曜日まで、結構ロングランでやってます。特典としては、まあ、いろんなイベントやるんですけれども、
バラ苗全品2割引き、これを4月の21日から25日まで5日間限定で行います。これがいつもね、皆さん楽しみにしていただいているイベントの一つです。昨年の発表品種の最新品種から、長年人気の銘菓まで、すべてのオーナーが全品2割引きになります。イングリッシュローズの廃盤品種は手に入れられる最後のチャンスですよ。新苗はちょっと対象外になります。何にしようかなって今から選んでいただいてもいいかなと思います。申し訳ないんですが、ご予約はできないんですね。なので実際に来ていただいて、早い者勝ちになってしまうんですけど、いいのを選んでください。で、2つ目は、ローズグローの1キロを、なんと 50% オフ、5割引きします。これも4月の21日から6月の18日まで、約フェア中ずっと期間中やってますので、ただ期間中にバラ苗の大苗か新苗、それを、ご購入いただいた方にっていう特典なので、小松ガーデンのオリジナルのバラ肥料ローズグローの1キロは、とても使いやすいと好評です。追肥にも元肥にも使えますからね。1日1回計1振り袋までなんですが、5割引きでご購入できますので、ぜひ小松ガーデンの自信作をこの機会にお試しください。3つ目は小松ガーデンの土、18リットル入ってるんですが、これもなんと、5割引きです。半額ですね。この機会に、期間中にバラ苗の3850円、この品種をお買い上げのお客様には、小松ガーデンのオリジナルの、培養土ですね、これを、1日1回計1袋まで、5割引きでご購入できます。土もね、一緒に買っておけばすぐに鉢増しができたり、いろいろと使い勝手がいいですからね。こういうふうに、一つ買うと、バラ苗を一つ買っていただくといろんな特典があります。初めての、バラ教室もまた行います。初めてでなくても、ちょっと質問あるなとか、こんなこと聞きたいなって方はぜひご参加ください。4月29日の土曜日と5月9日の火曜日、5月27日の土曜日、時間は、どの日も、2時から3時半まで、やります。植え付けから、消毒の仕方、剪定の仕方、これからの追肥の仕方など、基本的な管理を学びます。これからバラを始める方にはおすすめの教室になります。何かね、疑問を持って、ぜひいらしてください。ご予約はロザベールの方へお電話ください。料金はこのフェア期間中は無料で講習しますので、ぜひこの機会にバラの基礎から学んでみてください。それでは皆さん、楽しくいろいろなイベントも、各地でもあったり、公園なんかもどんどんバラが咲いてきて素敵になってきます。どうぞたっぷり楽しんでください。私も楽しみます。ではぜひお会いできるのを楽しみにしてますので、ロザベールまで遊びに来てください。ごきげんよう。